とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、新しく出てきたダンジョン、ここ、暗黒砦で行ってみたいと思います。確かね、玄武岩デルタ、ここで地図を入手して、ここに行けるようになったと思います。まあ、どんなところなんだろう。行ってみましょう。難易度は、プラス9。9でいきます。ここがね、レアのリロールが2回なので、いいでしょう。はい、なんだ？ダイヤモンドの鍵を見つけよう。ダイヤモンドの鍵？どうなんでしょうか。普通の鍵でしょ？でも。ここを開けるための鍵か。さあ、どこにあるかい？ちなみに、チェストは4。そんなに多くはないね。4ぐらいだったら、あ、ここはガストがいる。ちょっとガストはね、ちょっと疎いんで、あぶねえ！ちょっと待って、なんだ？あれだ、もう重力がいる。うっとい、こいつ。重力持ちやめろよ。重力があるから、この炎の方に、引き寄せられて、これどうしようもない。ちょっと待って、この持続ダメージを克服してからいきましょう。もう、あー、そこら辺なんか変更持ちがいたな。ひどいな、ここ。ちょっと待って、マジでひどいぞ。なんか扉がすっごいいっぱいあるんだけども、なんだ？ここ来たところ？いや違う、うん、うん、なんかよくわからないね、この辺。まあまあ、とりあえずいろんなところ入っていってみよう。ここ行ってみっか。うん？まだダイヤモンドの鍵だからね。鍵を入手しよう。おいおいおい、ひどいよこの辺。なんかここひどいぞ。ちょっとブレイズがうっとい。ちょっと待て待て、なんだこれ、なんかわけわからん、わけわからんくなってる。ここでもなんもないんだ。なんもないんかい。あった、あった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 、たわ。おお、なんか真ん中すごそうなやつがあるな。とりあえず鍵ゲット。え、あ、こっちから行けるわけね。ええ、こっち、ここ、いや、なんかここ来たところだな。あ、違う、ここでどっかあったな、そういや。お、珍しいのが出たな。確か近い近い近い、この辺じゃない？扉あった、扉発見。ここか。よし、あれあれ、開いたよね。あ、逃げてる逃げてる。なんだ、俺攻撃されて逃がしたのか。ちょっとお前ら、うっとうしい。開けよう。じゃあ次、黄金の鍵。あ、いた、上にいる。ちょっと待って、これひどくないか。よーし、ひど、え、いけないぞ。ここ、こっちからだな。行きましょう。わあ、攻撃がえぐい。ここなんだ、ここひどすぎる。ここの攻撃ひどい。え、こっち、どこだ。あ、来た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 、ようやくあったわ。よし、で、あー、逃げる逃げる。
どっちだっけ？違うな、こっちから来たから、この先？でもなんもないぞ、あの先。まあいいや、とりあえず倒してみっか。なんもないよ。門はどこだ？あった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 、ここか。わかったぞ、ちょっと待って、ブレイズ前、うっとい。よし、ここだ。おっと、ここで、なんかさっきの怪しい像があるとこだ。なんだこいつ。なんかボスっぽい。ボスでしょ。おー、火が出てきた。でも、普通の雑魚だ。ラグさえなければ何とでもなる。ブレイズしか出てこないの？こいつだけ？いや、そんなわけないよね。この大層な仕掛けがあるのに。あいつだけってことは、ああ、ちょっと攻撃が結構えぐいな。もう倒れ。しゃあ、なんもなし？なんもないの？要塞から出てください。別にアイテムも何もなく、終わり？ボスみたいなのいないんだ。終わりかい。なんかボスかなんかいるかと思いきや何にもなかった。あそこしょぼ。あそこはね、行かない方がいい。めんどくさいだけ。まあ他にもう一個シークレットあったんで、そっちもね、挑戦してみたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。